シュザンヌ・バラドンは、フランスの画家、モンマルトル・デ・ピュビス・ド・シャバンヌ、ルノワール、ロートレックラの著名な画家のモデルを務めながら、独学で絵を描き始め、エドガード画に支持した。モーリス・ユトリロの母であり、幼いユトリロの素描から1921年制作の代表作、モーリス・ユトリロの肖像まで息子を描いた絵を、多数残しているが、主に繊細な風景画を描いたユトリロとは、 対照的にバラドンは力強い人物画で知られる。国民美術協会に出展した初の女性画家であり、国立美術学校で女性画学生による裸体モデルのデッザンが禁じられていた時代に、女性だけでなく男性の裸体も野獣派的な力強い、線で表現した先駆的、前衛的な女性画家である。シュザンヌ・バラドンは百六十五年九月十三日、 フランス中部のベッシーヌ・シュルガルタンプに、マリー・クレマンティーヌ・バラドンとして生まれた。母、マドレーヌ・バラドンは34歳の貧しい、選択婦であった。父親については、空老というせいで研究、または噂されることがあるが不明である。1870年頃、マドレーヌは娘を連れて、パリに出て、労働者地区のモンマルトルに今日定めた。不仏戦争、ついで、 パリコミューンが起こった頃であり、モンマルトルは激戦地となり、この後放棄して犠牲となった民衆を弔うために建てられたのがサクレクール寺院であり、バラドンは生涯にわたってこの地に暮らすことになる。ロートレックの友人で画家のフランソワ・ゴージによるシュザンヌ・バラドンとロートレックのモデルの一人、ジャンヌ・ウェンツの肖像写真マドレーヌはマリーをアパートの管理人などに預け、 家政婦や洗濯、アイロンかけの仕事をして、生計を立てた。マリーは、モンマルトルサンジャン修道院が経営する小学校に入学したが、1877年、11歳の時に退学して裁縫師になり、その後、大衆食堂の給仕、バキニョール市場の野菜の売り子、店員、工場労働者などの仕事を転々とした。15歳の時、友達の勧めもあって、 子供の頃から憧れていたサーカス、森江に入団した。曲芸師として活躍し始めたが、6ヶ月後に空中ブランコから転落して、重傷を負い、退団を余儀なくされた。ピュビスド・シャバンヌ・バラドンはやがて、モンマルトルの芸術家と付き合うようになった。1880年代のモンマルトルは、安酒を出す、お、ラパガジルや、ルシャノワール、ムーラン・ルージュなどのキャバレーが、 ボエームの芸術家だけでなく、娼婦やその上婦、犯罪者、不老者、社会の周辺に生きる人々などが集まる場所であった。バラドンは洗濯婦の母マドレーヌの仕事を手伝って、画家たちのところに洗濯物を届けて回っているうちに誘われて、画家のモデルを務めるようになった。1880年頃に登録されていた16歳から20歳のモデルは、 約670人であったが、肉感的な体、くっきりとした眉や大きな青い目、そして豊かな表情が魅力のバラドンは人気のモデルとなった。エドガードガはマリー・クレマンティーヌ・バラドンをその才能、魅力、人格を含めて、料理的な意味で恐るべきマリアと呼んだ。一方、美術評論家の若くは緑はモデルとしてのバラドンを次のように表している。人間は 顔よりもその肉体に精神を秘めているものである。シュザンヌの肉体の堂々とした調和は健全で私的な精神を持った女性を暗示している。彼女が第一級の芸術家の創作意欲を刺激したのは彼女の肉体の中にエスプリと形式美があったからだろう。最初に彼女を描いた巧妙な画家はピエール・ピュビスド・シャバンヌであった。現在知られている限りでは 1884年のサロンに出展されて話題を呼んだ大作、美神と芸術にとって大切な聖なる森、及び1891年制作の夏に描かれる骨格のしっかりとした均衡の取れた古典的な美しさを持つ肉体の女性がワラドンとされる。ロートレック作、聖なる森のパロディ当時20歳のロートレックは同じ1884年に シャバンヌのこの絵をもとに、聖なる森のパロディを描いている。このパロディも絵もまた、ロートレックがちょうどこの頃であったバラドンがモデルである。この絵には、裸のミューズたちの横に、同じ画学生であったルヤンクタン、作家のエドアール・デュジャルダント・モーリス・バレス、ロートレックが最初に指示した、ガカレオンボナ、後ろを向いて立ち小弁をしている、ロートレック自身が描かれ、 警察官数人が彼ら、聖なる森の侵入者に一列に並ぶように指示している。ロートレックのこのパロディは伝統的なアカデミックな絵画に背を向ける彼の心的傾向を示すものとされ、実際彼はこの頃からモンマルトルの画家仲間の住居を転々としながら、ルシャノワールの人気歌手で偽善や虚飾を罵倒する歌詞や、娼婦や不老者などの貧窮を歌った曲で知られる。 アリスティード・ブリアンや、ムーラン・ルージュの踊り子たちを描くようになった。ルノワール・バラドンはまた、ルノワールのモデルとしても知られている。雨傘、ブージバルのダンス、都会のダンス、風景の中のラフ、座って、腕を拭く浴女、髪を整える浴女、シュザンヌ・バラドン、シュザンヌ・バラドンの肖像、髪を編む娘、女性大浴女図などである。特に、ブージバルのダンスと、 初回のダンスが有名だが、ルノワールが同じ年に、後の妻、アリーヌ・シャリゴをモデルに描いた田舎のダンスは、もともとバラドンがモデルであったが、アリーヌが嫉妬して、自分の明るい笑顔に変えさせたとされる。ルノワールが一連のダンスの絵を描いた1883年の12月26日、18歳のバラドンは、モンマルトルの丘のふもとのポト通り10番地で、息子、 モーリスを出産した。父親については、お、ラパンアジルの歌手で大酒飲みのボアシーという人物であったとされるが不明である。ユトリロは1891年8歳の時にカタルーニャ州出身のスペイン人で画家、美術評論家のミゲル・ウトリーヨイ・モルリウスに認知されてバラドンからユトリロに改正された。ユトリロはウトリーリョのフランス語読みである。 1883年の自画像バラドンが本格的に絵を描くようになったのも1883年のことある。これは彼女が所上作自画像を描いた年である。それまでに多くの前映画家のモデルをしながら制作過程を目にしていた彼女は見よう見真似で自画像やラフの素描を描き始めた。若くは緑はバラドンの素描を 刻みつけるように鋭く、告白な線でえぐるように描かれている、本質的な鋭い一本の線が見つかるまで何度も書き直し、一点のごまかしもないと表現している。それはまた、一人の女性として、画家としての自己探求であった。バラドンはゆとりろが生まれてからも、彼を母マドレーヌに預け、モデルの仕事と制作に専念した。まだ十八歳の彼女が、 女で一つで二人を養いながら、家計を支えなければならなかったからである。ロートリックロートリックがバラドンをモデルに、聖なる森のパロディを描いたのは1884年のことだが、さらに1886年には、バラドン一家が住むトゥールラック通り7番地のアパートの5階にアトリエを構え、ここに二人の関係が破局を迎える1889年頃まで住んでいた。 二人がどのような関係であったのか正確にはわかっていないが、ロートレックの代表作であるバラドンの肖像、二日酔いが描かれたのはこの時のことである。アカデミックな絵画に背を向けた若い前映画家の彼は、当時すでに60代のシャバンヌや40代のルノワールのモデルをしていることを皮肉って、彼女をシュザンヌと名付けた。旧約聖書外展に登場するスザンナのことであり、 スザンナは水浴中の姿を長老たちに覗き見され、関係を迫られた女性である。この名前が気に入ったバラドンは、以後、シュザンヌ・バラドンを名乗ることになる。ロートレックが描いたバラドン、二日酔い、または酒を飲む女、実際、シャバンヌが類型化された理想の女性、ルノワールが優雅な若い女性、若さと感能に溢れた女性としてのバラドンを描いたのとは、 対照的に、ロートレックは、厳しい表情やうつろな表情のバラドンを描いた。ロートレック研究家の千葉淳は、ロートレックが、バラドン像で表現したのは、厳しい生活を生きる女性の強い意志、一人の女性の内面であり、とりわけ、二日酔いでは、腰肩ゆく末を思い、沈鬱な思いにふける現実の人生を生きる一人の女性の姿を描いていると評している。また、 画法としても、それまでの線を基調とする踊り子たちの絵と異なり、アシュールによって立体感をつけた上にパステルを用いている。アシュールは1888年に制作されたゴッホの肖像で初めて用いた手法であり、パステルもロートレックとしては例外的とされる。ロートレックは同じ手法でバラドンを描き、その後、油彩を制作した。 二人の関係が終わる1889年頃までの間に、ロートレックは他にも、シュザンヌ・バラドンの肖像、シュザンヌ・バラドンの肖像などバラドンの肖像を数点制作しているが、重要なのは、バラドンが密かに絵を描いているのを知り、その才能を最初に見抜いた画家がロートレックであったことである。この他、フェデリコ・ザンドメーネギ作、ビストロのテーブルに座る女や、 ルシャノワールのポスターで知られる、テオフィル・アレクサンドル・スタンランによる女性の肖像にも、バラドンがモデルとされるものがある。他にもアカデミックな画家ジャン・ジャック・エンネルから、後にユトリロと進行を深めた、前衛画家、モディリアーニまで多くの画家のモデルになり、1891年には、ミゲル・ウトリーリョの友人のスペイン人、画家サンティアゴル・シニオールが、 モンマルトルの自宅でバラドンとお取り入れを描いた夏の雲を発表している。エリック・サティ・サティによるバラドンの肖像バラドンによるサティの肖像一方、バラドンが1892年から93年にかけて描いたエリック・サティの肖像はこの音楽家の最良の肖像として名高いが、サティもまた1893年に五0符の上にイラスト風に描いた バラドンの肖像を残している。彼は当時初めて舞台にピアノを置くことを許可されたキャバレー、ルシャノワールのピアニストであった。26歳のサティと28歳のバラドンの関係は6ヶ月間だけの短く激しいものであったが、この間、サティはバラドン宛てに300通もの手紙を書いた。 二人の関係が破局を迎えた時に、サティが作曲したのが、あらゆる泥酔者、破蓮地官、放頭者、ならず者、偽者たちを哀れみて、受けた侮辱の許しが問題となる時を含む、ゴシック部曲、我が魂の大いなる静けさと、堅固な平安のための九日間の祈祷崇拝と、聖果的協賛であった。バラドンは、サティの友人で裕福な資産家のポール・ムージスと、 付き合い始めた。国民美術協会ドガニシジバラドンは1894年にシャバンヌ、オーギストロダン、カロリス・デュランによって1890年に再結成された国民美術協会の展覧会に出展した。シャバンヌには反対されたが先行委員会の委員であった彫刻家のアルベール・バルトロメの指示を得て出展が認められた。 女性画家の出展は初めてのことであった。しかも、孫息子の水黒い、祖母と孫息子を含む祖母5点を出展し、初めて買い手がついた、美術品収集家でもあったエドガードガである。ドガはバラドンを他の美術品収集家やロートレックの画商として知られる、ルバルク・ドブート・ビル、画家のエミール・ベルナール、ピカソ、セザンヌ、ゴーギャン、 印象派の画家の作品を多数買い上げた画商ポールデュランイコールデュエルラに紹介し、自らバラドンに同伴が特にソフトグラウンドエッチングの技法、さらにはドライポイントや油彩の技法も指導した。1895年にドガの紹介により、画商アンブロワーズ・ボラールの画廊で初めての古典が行われた。バラドンによる ユトりロ7歳の肖像1896年に、ポール・ムージスと結婚し、コルトー通り12番地に今日構えた。100メートル程度の工事であり、数メートル離れた6番地は1890年から、サティが住んでいた。また、12番地は現在、モンマルトル美術館がある辞書であり、一家はここに1905年まで住むことになるが、後に、 バラドンがムージスと離婚して、ユトリロの友人で21歳歳年下のアンドレ・ユッテルと再婚した後、この場所に再び移り住むことになる。ムージスはまた、パリ近郊のモンマニーにも邸宅を構えていたため、一家はモンマルトルとモンマニーを行き来していた。ムージスの経済的支援により、バラドンは制作に専念することができた。ユトリロは、 ツボマドレーヌが住むパリ近郊のピエールフィットのモラン、寄宿学校に預けられ、オーベルビリエで初等教育の修了証書を受けた。だが、すでに10代からアルコール依存症になり、三端精神病院に入院した。退院後に、モンマニーの邸宅に移り住んだユトリーロにバラドンは絵を描かせた。少しでもアルコールから気を流行らせたいと思ったからである。ユトリロは、モンマニーの三本の通り、 モンマニーのティーウル大通りなどを制作した。白の時代より、前のこの時期の印象派の絵は、モンマニーの時代と呼ばれることがある。アンドレ・ユッテルとの出会い、バラドン作、アダムとイブ・バラドンが、画家のアンドレ・ユッテルと出会ったのはこの頃である。もともと実業家のムージスト芸術家のバラドンは、ソリが合わず、ユトリロとムーリスの不和も、相まって、夫婦間のいさかいが絶えなかったが、 そのような時期に出会った、ユッテルはバラドンに新たなインスピレーションを与える存在であった。バラドンはユッテルをモデルに素描や油彩を次々と描いた。国立美術学校が女性の入学を認めたのは1897年のことであり、しかも入学が認められた後も女性の画学生は裸体モデルのデッサンが禁じられているなど多くの制約があったため、 女性画家が女性の裸体を描くこと自体が例外的であり、従って女性が男性の裸体を描くことはそれだけで先駆的なことであった。言ってるをモデルに描いた作品のうち代表作は1909年制作のアダムとイブと1914年制作の網を打つ人であり、これらに描かれる裸の男性は立造的な力に満ちた男性像である。 アダムとイブは1920年のサロンド・オトンヌに出展された作品である。当初はアダムの男性器が描かれていたが、サロンド・オトンヌに出展する前に、おそらくは主催者側の要求により、性器を隠すために一軸の葉を描いた。この絵はまた、伝統的な絵画におけるアダムとイブの表彰に不可欠であった蛇が描かれていず、特にバラドン自身をモデルとするイブは、 開放的で伸びやかに描かれており、女性画家としてだけでなく、絵画の伝統に対してもタブーを破る作品である。バラドンはムージスに離婚を申し立て、18区アンパスドゲルまで言ってると同性をはじめ、1911年に離婚が成立した。離婚を申し立てたのはバラドンであったが、コルト通り12番地の辞書を所有することは認められたため、 1912年に、ユトリロ・ユってる、母マドレーヌと共に、ここに越し、1914年に、ユってると再婚した。マドレーヌはここで1915年に死去した。ユってるとの関係は、1926年に別居し、バラドンとユトリロが、受脳通りにコスまで続く。父のいない家族の肖像バラドン作、家族の肖像1912年、ユトリロ・ユってる、 マドレーヌ、そしてバラドン自身を描いた、家族の肖像を制作した。家族像とはいえ、四人は視線を交わすことなく、それぞれ異なった方向を向いている。正面を向いているのは、バラドンで、ゆとりろはつらえをついて暗い表情である。家族を理想化するのとは逆に、それぞれが異なる歴史を生きた個人の群像であり、にもかかわらず、濃厚な家族の関係性を漂わせる作品である。 1910年制作の祖母と孫息子にも同様の雰囲気がある。若くは緑はこの作品を彼女の最大の傑作であり、完璧で火の打ちどころのない構図であると評価し、悲哀と労働の人生を送ってきた老婆マドレーヌと彼女をいたわるようにその膝に手をかけている老いた犬、そして一人の孤独な研ぎ澄まされた魂を持つ男、ゆとを描いた作品であり、 法律であり、権威であり、時には道徳でさえある、父なるものを完全に書いた性家族の肖像であると絶賛している。とはいえ、母バラドに深い愛を抱いていたユトリロは、彼女が友人ゆってるの愛人になったことに嫉妬し、精神的痛手を受けていた。三人の共同生活は互いに激しい愛を抱きながら葛藤に満ちた生活であり、モンマルトルで地獄の三人組。 呪われた三人組として知られることになった。一方で、こうした葛藤や劇場が、それぞれの画家の創造の源泉となり、制作において最も実り多い時期となった。1914年7月に第一次世界大戦が勃発。ユッテルは1914年に9月1日にバラドンと正式に結婚した後、9月30日に志願兵として出征した。 バラドンは、アンデ・パン・タン・テン、サロン・ド・オトンヌなど大規模な展覧会に次々と出展し、ユトリロも1910年代に入ると、美術評論家のエリー・フォールや、オクターブ・メルボー、フランシス・ジュール・ダンラに評価されるようになり、1913年に、ウジエヌ・ブロガローで最初の個展が行われた。このような画家二人と共に暮らし、課長役を担わされたユッテルは、家族を養うために、 合唱との交渉役を引き受けた。1923年にはコルトー通りのアトリエとは別に中東部案件のサンベルナールにアトリエを構えた。この地でバラドンはサンベルナール城やサンベルナール教会などの風景画を制作している。後期にかけての彼女の作品にはゴッホ、ゴーギャン、マティスの影響が色濃く、かつての全衛性は影を潜めるが、画題として 生物画を多く描いたのも晩年である。1926年に言ってると別居し、受納通りに越すことができたのは、ベルネーム・ジューヌ・ガローの支援によって、ここにゆとりロメニで住宅を購入することができたからだと、される。1930年代には、フランス政府がバラドンの重要な作品を多数買い上げた。これらは、現在、国立近代美術館が所蔵し、 その一部は他の国立美術館に展示されている。1935年、51歳のユトリロは、バラドンの勧めで、彼女の旧友の資産家の未亡人、リュシーバ・バロール・ポーエルと結婚した。高齢になったバラドンはユトリロより12歳年上の、この女性に、ユトリロの世話を任せたいと思ったのである。 ジュシー・バロールの肖像を描いた1937年の翌1938年4月7日、バラドンは脳一血のために72歳で死去し、サントゥアン墓地に埋葬された。常実のように、バラドンは女性画家が多くの制約を受けていた時代に、特に裸体画、それも女性だけでなく男性の裸体画を描いた先駆的な女性画家である。 先駆的という意味では少し前のベルトモリゾやメアリーカサットと並び称されることがあるが、裕福な家庭に育ったモリゾやカサットと異なり、労働者階級の出身で世紀の美術教育を受けていなかったバラドンは、むしろそのために伝統的、保守的な画壇とは無縁に、裸体表現を含む自由な独自の画風を切り開くことができた。女性画家として、 初めて国民美術協会の展覧会への出展が認められ、アンデパンタン展、サロンドートンヌなど大規模な展覧会に出展するなど、生前にある程度の名声を得た画家であったが、再評価が始まったのは、フェミニズムアートの紹介や研究が始まった1970年代以降のことである。日本では、若くは緑が1985年発表の女性画家列伝の第一章を、 底辺の人間性と題して、一人の画家、一人の女性としてのバラドンを論じている。力強い線や鮮明な色彩を特徴とする、バラドンの画風は野獣派的、表現主義的であり、印象派、むしろポスト印象派の画家とされることが多い。近年はゆとり路を通して再評価が進んでおり、2015年には日本でも古典が開かれている。 以下の情報は、各美術館のサイト、2015年に日本で開催された、ゆとり色とバラドン母,母とこの物語、スユザンヌ・バラドン生誕150年の出展作品一覧、及びウェブギャラリー・オブ・インプレシャニスッツの情報の検証に基づくものである。国立近代美術館像フランス政府が買い取った作品のほか、個人から寄贈、寄贈された作品を含む、一部は、 他の国立美術館像である。その他、国立近代美術館が所蔵する20枚以上の版画の原版には、ラフや子供が描かれているものが多い。パリ市立近代美術館像他の美術館像個人像、ありがとうございます。